CD 付き一発合格日本語能力試験 N1 完全攻略テキスト実践問題集第4章懲戒4-1課題理解1絵のある問題例題まずは問題用紙にある絵と 選択肢を確認します。次に問題を聞き、続いて会話を聞きます。会話の後にもう一度質問を聞き、答えを選びます。家庭でできる省エネルギーについて男の人と女の人が話しています。男の人はこれから何をしますか ねえ、このチラシ、地球に優しくって書いてある。私たちも地球環境のことを考えないといけないね。そうだな。俺、あんまり意識してないからな。そうよね。でも、ゴミの分別はしてるよね。ああ、それぐらいはな。もう当たり前になってるから。あと、何やってるかなあ。 ゴミを少なくっていうのはまだね。うん。それはこれからだね。あ,あ水は大切にしてるよ。水道の水出しっぱなしにしてないし。そうか。あと省エネ。ねえ、エアコンも使うの少しは控えてるいやあ、それは。蒸し暑いの嫌だし。じゃあこれは今からね。頑張って。 使うときは温度を一度上げてねうんで、それだけあとはあ、石鹸かそうだよこの機会に洗剤はやめようほら、駅前のスーパーで売ってたじゃないそうね、そうしようか男の人はこれから何をしますか 答えは 2, です 2>, 2文字だけの問題例題まずは問題用紙にある選択肢を確認してください次に問題を聞き続いて会話を聞きます会話のあとにもう一度質問を聞き答えを選びます 女の教授と男の人が論文について話しています。男の人はこの後何をしますか国際政治学の論文ですが、だいたい書けたんですけど、ちょっと見ていただいていいでしょうかええ、いいですよ。見せて。はい。最初の、 現在の状況というところはいろんなデータを中心にしたんですがそうねこれはまあこんなもんでしょうデータの並べ方もこれでいいですかうんいいと思いますえー、っと「将来の展望」のところ引用が結構ありますねああはいこれはちょっと古いかなあ 新しい発表があるはずよインターネットで調べてみてくださいあ、はいわかりましたあと全体の構成は大丈夫ですかそれはいいですよわかりましたどうもありがとうございました男の人はこの後何をしますか 答えは3です。4-2ポイント理解。例題。まずは問題用紙にある選択肢を確認してください。次に問題を聞き、続いて会話を聞きます。会話の後にもう一度質問を聞き、答えを選びます。 会社で男の人と女の人が話しています。男の人は部長がどうして怒ったと言っていますか今日、電車遅れちゃって。ま参ったよ。大切な時に限って遅れるんだよな。全体会議の日だもんね。会議の時間に間に合ったの終わった後、 部長、なんだか怒ってたみたみいだけどいや会議にはギリギリ間に合ったよ実は部長が怒った理由は別のことなんだえまだ何かやったのまだってなんだよいや会議でさうちの部署が営業の新しい方針についてプレゼンテーションしたんだけどちょっとああそうなの。 プレゼンは部長がしたんでしょ自分で自分を怒ってたのかなああ、いや、プレゼン自体はまずまずだったんだよ。その後、いい議論ができたし。それがさ、僕がプロジェクターを準備しないといけなかったんだけど、予定していた機材が使用中で、慌てて総務から借りてさ。ああ、それか。あれ、古いからね。調子悪くて、使い慣れないし。 それであーなるほどね使うものは前の日に準備してチェックしておかないとね油断したよこれからそうする男の人は「部長がどうして怒ったと言っていますか?」答えは3です。 4-3概要理解。例題。まずは、状況説明と話を聞きます。次に、質問と選択肢を聞き、答えを選びます。大学の先生が話しています。 私が担当する日本美術の今期の講義について最初に説明しておきます。えっ、ー、と、江戸時代からの歴史的な流れについては前期に取り上げました。今期は西洋美術、つまりヨーロッパ絵画ですが、これが明治以降、日本美術を革命的に変えたと言っても過言ではないわけです。 うーん絵を描くための道具も、描く対象も大きく変わりました。あ,あ日本画、西洋画という分類もこの時期に生まれたんですね。えー、こういった点について代表的な画家の作品を具体的に取り上げながら見ていきます。ああ、皆さんはテキストに載っている代表的な画家の作品を十分 鑑賞しておいてください。この授業で取り上げる内容はどのようなことですか ?1, 1日本美術の歴史2江戸時代の日本画3西洋美術が日本画から受けた影響 日本画が西洋美術から受けた影響答えは4です4の4即時応答例題1から3すべてまずは発言を聞きます次にそれに対する返事の選択肢を聞き 答えを選びます。例題1。昨夜、べ、遅くまでテレビを見なかったらよかったんだけど。1>, 1。私も見ちゃって寝不足よ。2。見なかったの見ればよかったのに。3。今日の夜こそ見た方がいいわよ。 答えは1です。例題2私一人で行けるわよ。子供じゃあるまいし。1うん。でもやっぱり心配だよ。2じゃあ一緒に行こうか。3子供は一緒に行かないの 答えは1です。例題3昨日のテスト最後にちゃんと確認したつもりだったんだけど 1, 1じゃあ点数よかったのね2うん、最後まで頑張ることが大事よね3そうか 何を間違えたの答えは3です。4-5統合理解例題まずは問題用紙にある選択肢を確認してください。次に状況説明と長めの会話を聞きます。 会話の後に質問を聞き、答えを選びます。質問は二つあります。旅行会社の社員がコースの説明をしています。こちら三つのコースをご説明いたします。まず A コースは、 自然を身近に感じたい方のためのハイキングコースとなっておりますほぼ一日中山道を歩きますが途中牧場やお花畑などで楽しんでいただけますそれから B コースは都会の歴史散策です歴史的に重要な建物などを見学するのですが200年前の料理を食べてみるという興味深い体験もできますそして C ーコースはちょっと変わった思考を凝らした内容です。ホテルに2泊していただきますが、ここで何か事件が起こり、皆様が探偵となって事件を解決するという参加型のミステリーツアーでございます。従来の旅行では物足りないという方にご好評いただいております。ねえ、どれにしようか。私、このミステリーツアー。 興味あるんだけどそうだな楽しそうではあるんだけど僕はアカデミックな要素があるやつがいいなへえそうですかじゃあ歴史のね200年前の食べ物がいいよねうーんホテルの料理の方が結局おいしいってことになるんじゃないかな自然体験のはどうなの まあ、これはいつでもいけそうだからね。やっぱり普通じゃ体験できないものがいいわ。うーん、そうかな。質問1。女の人はどのコースがいいと言っていますか 答えは3です質問2男の人はどのコースがいいと言っていますか答えは2です 模擬試験懲戒問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを1つ選んでください。1番。1> 女の人と男の人が、インターネットで、 映画館の座席表を見ながら話しています女の人はどこの座席を予約しますかインターネットで座席の予約ができるわよそうじゃあしちゃおうよ明日の三時からでいいでしょううんまだ結構空いてるけどいい席はもう予約が入ってるんだね前の方にする 横も空いてるけど。前の方は見にくいよ。横も角度がどうかなじゃあここね。女の人はどこの座席を予約しますか 2> 2番男のの人人と女の人が 電話で話しています男の人は何を買いますかところでリンさんの送別会君の家でやるってことでいいんだよねうん集まるのは全部で六人だから大丈夫何か買っていくよビールはビールはもう買ってあるからいいわ じゃあうちの近くのコンビニで唐揚げを買ってきてくれる？あそこの美味しいから。了解。あとスナック菓子も買っていくよ。あ、ピザとかは？私が海苔巻きを作るからピザはいい。そうなんだ。じゃあ楽しみにしてるよ。男の人は何を買いますか？ 3番女の人と男の人が t シャツのデザインを見ながら話しています女の人はどのデザインを会議に提出しますか明日の会議で決定するんだけど新しい t シャツどれがいいと思うあんまり違いはないですよね 全部持ってってたらどうですか少し絞り込んでおくよう言われてるのよじゃあこの3段の文字は字も大きすぎるしちょっとそうねじゃあこれはやめてあと「スポーツ」って書いてあるだけのもつまらないからやめましょう小文字のは迫力がないですよねそう これはいいじゃない、可愛くて。この中で決めてもらいましょう。女の人はどのデザインを会議に提出しますか ?4 番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は この後どうしますかどうした何かあったすみません課長 ABC 工業の社長のお名前を間違えたままパーティーのご案内を送ってしまったんです今秘書の方からお電話があってどういう間違いそれが前の社長のお名前で印刷してしまった <で>まずいな名前を間違えるのは一番失礼だからね秘書の方がまだ社長には見せていないとあそれはありがたいじゃあ直したものを持ってお詫びに伺ってはいではすぐに「女の人はこの後どうしますか?」。 五番、女の人と男の人が電話で話しています男の人はどうしますかお世話になっておりますジャパン旅行の小林ですがあのご旅行の件でお電話したんですがああまだ正式に予約してませんでしたねええ明日が締め切りなもので すみません。夏休みの日程がはっきりしなくて。そうですか。それでは今回は予約はなさらないということでよろしいでしょうか。明日になればはっきりするので、明日こちらから電話します。それでも結構ですし、インターネットで予約していただいても結構です。インターネットでしたら、明日午後10時まで受付いたします。ああ、でもパソコンは今… 修理中なので。男の人はどうしますか。六番男の学生と女の学生が話しています。学生たちはこの後どうしますか。 明日、演奏会だね。今日は早速みんなで合同練習しようかうーんみんな自分の音を確認したいんじゃない個人練習の時間を取った方がいいんじゃないかなそうだねじゃあ1時間個人練習ってことにしてその前に明日に向けてみんなの気持ちを一つにするためにミーティングしないいやそれは最後だよ 練習終わってから、明日も頑張ろうってしないと。そうね。じゃあ個人練習の後、先生をお呼びして全体の練習を見ていただこう。うん。学生たちはこの後どうしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番 1> 女の人と男の人が、 オフィスで話しています。女の人はどうして困ったと言っていますか今度の新人を連れて挨拶回りをしたんだけどどうしたの何か困ることでもあったのうーん。 元気がいいのはいいんだけど、大きな声で自己紹介をしちゃったり。へえ、まあいいじゃない。それだけならいいんだけど、何か目立とう目立とうとするのよ。注意すればそれが、もし強く注意をしてやめられちゃったら困るじゃない。だから思い切って注意ができないのよ。そうか。今の新人、すぐやめちゃうもんな。 女の人はどうして困ったと言っていますか 2>, ?2 番大学の先生が話しています。何が難しいと言っていますか 自然の災害。例えば、火山の噴火とか、地震とか、津波とか、えー、そういうものに対しては、誰でも恐怖心を持つでしょう。でも、その怖がり方には、個人差があります、えー。そんなに深く考えず、そんなに怖がらなくてもいいと思っている人もいれば、 過度に怖がってしまう人もいます、うん。でも、難しいのは、ちょうどよく怖がることなのです、えー。そのためには、対象についての豊富な知識を持つことが肝心です。そうすれば、どの程度怖がるべきかが判断できます。気楽に考えていると、被害が大きくなったりしますし、えー、また、 怖がりすぎてもパニックになって判断力が鈍ってしまいますからどう対処すればいいかもわからなくなってしまいます大学の先生は何が難しいと言っていますか3番 男の人と女の人が話しています女の人が資格を取ろうとする理由は何ですか最近頑張ってるって聞いたよ何か資格を取るんだって <laughs> まあね 何の資格秘書を検定それはもうとっくに取ったわよ。今のは秘密。取れたら教えてあげる。ええー。でも、どうして急に勉強なんかする気になったの前は勉強嫌いだったじゃない。役に立たない勉強はしてもしょうがないでしょ。う。学校の勉強はね。なるほど。今の勉強は役に立つことなんだね。 もちろんよ。やっぱりスキルアップしたいじゃない。今の時代、知識の格差ってすごく広がってるでしょ経済的な格差と同じ。成功している人は自己投資を惜しまないんですって。そうか。ま、頑張って。女の人が資格を取ろうとする理由は何ですか 4番テレビショッピングで女の人が話していますこののの商品の一番の特徴は何ですかさあ今日は今話題の健康食品をご紹介します。 このコラリンプラスはごまから作った健康食品です。ごまの栄養素にビタミン E をプラス。それに何と言ってもコラーゲンをぎゅっと押し込めたところに特徴があります。ビタミン E も若さを保つ働きがありますが、コラーゲンがたっぷり入ったこのコラリンプラスは美容も体力も維持したいという方におすすめです。 ぜひお試しください。今でしたらお試し価格でこの商品の一番の特徴は何ですか5番公園を散歩しながら男の人と女の人が話しています二人が心配しているのはどんなことですか ちょっとこの砂場柵がしてあるよどうしてこれは犬や猫が入り込んで砂を汚さないようにってしているらしいわよどうして汚い砂で遊ばせたくないっていう親が増えているのよ屋内の消毒した砂場まであるんですってそんなことしてたら子供に抵抗力がつかないじゃない。昔みたいに 泥まみれになって遊んでこそ子供なんだよ子供には汚いものも体験させなきゃダメなのに確かにそうよね子供ももかわいそうだけど犬や猫もかわいそうな気がするわこれじゃ日本人はますます弱くなっちゃうよ2二人が心配しているのはどんなことですか 6番男の人が市場について話しています市場の一番のメリットは何だと言っていますか都会の真ん中に産地直送野菜の直売所が集まる。 市場が人気です、えー、ここは有機栽培の野菜や果物収穫したばかりの高原野菜などスーパーでは手に入らない農産物に出会えるのが魅力です、えー、また生産者が自分で作った野菜を持ってくるわけですから消費者も生産者の苦労話を聞いたりおいしい食べ方を教えてもらったりでここにコミュニケーションも生まれるんですえー、ですから 都会の子どもにとってはまたとない食育の機会ともなるんですね。でもここの一番のメリットはこれなんです。今まで直接販売に関わっていなくて経営感覚も持っていなかった生産者がこういうことから儲かる農業そうビジネスとしての農業を考えるようになってきたことなんです。 市場の一番のメリットは何だと言っていますか7番男の人が女性カメラマンについて話していますこの女性カメラマンが小説を書いたのはどうしてですか カメラマンの彼女が小説を書いたのは、写真は目の前のものしか撮れないけれど、文章なら過去の記憶を呼び戻すことができると考えたからなのだそうです。以前、有名な小説家と撮影の仕事で沖縄に行った時、書くことを勧められたということなのですが、書くということはそんなに簡単なことではありません。昔の記憶をたどり、 それをカメラのファインダーから見つめるように描写していく。今、目の前にあるものを写真に記録するのとは全く違った世界です。一つの作品が出来上がるのに何年もかかったそうです。カメラマンならではの目で捉えた人物描写は生き生きとしていて、人間味あふれる作品です。 この女性カメラマンが小説を書いたのはどうしてですか問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1番ある企業の担当者が説明をしています我が社が本日発売したスーパーテレスコをご紹介いたしますこれは一見望遠鏡のようですが実は 本体に世界の主な都市の1900年から2100年の間の星空が記録されておりまして、本体を除くとお好みの星空を眺めることができる教育玩具です。操作が大変簡単なので、お子様一人で、例えばご自分の誕生日とか、今年の休みに旅行に行く日とか、あるいは10年後の今日とか、いろいろな夜空を見て遊べるようになっております。 またこれはケーブルでテレビとつなぐことができますので、ご家族一緒に天体観測の気分を楽しんで遊ぶこともできます。担当者は何について話していますか ?1, 1新発売の望遠鏡2新発売のおもちゃ三 新発売の天体図。4、新発売のケーブル。2番、2> インテリアデザイナーが話をしています。ええー、お客様を自宅にお招きするとき、皆さん、前もって掃除や料理など、 い考えることと思いますそしてまずはお客様が入る部屋をきれいにして飾りたいと思うでしょうところが意外にも洗面所やトイレがお客様が一番気にする場所なんですね。ですからまずここをきれいにしてできれば花とか絵とか飾ると良いでしょう。 そして大事なのは匂いですうーん家には家の人は慣れてしまって気づかないペットや生ごみなどの匂いがありますこれが家の印象を大きく左右しますからきちんと掃除をするだけでなくお客様の来る時間に合わせてお香を焚くなど玄関をいい香りにしておきましょう インテリアデザイナーは何について話していますか ?1. 来客時の料理と掃除。2. 客に備えてすること。3. 客を迎える人の心理。4. 家の匂いを出さない方法。 3番経済評論家が話をしていますええー、駅前にあるホテルというのは交通の便がいいので今まではビジネスマンに利用されてきましたしかし経済不況が長引いたため利用客が減りまたここ20年で ホテルの数が2倍に増えたので、えー、生き残るために新たな客の獲得が必要となりました。そこで注目されたのが女性と外国人です。女性好みのインテリアの部屋を作ったり、健康や美容をテーマにした週末宿泊プランを提供したり、えー、また外国人専用にして通訳を置いたり、 国別の朝食を用意したり、利用客を増やそうとする試みは、すでに始まっています。経済評論家は何について話していますか 1>, ?1、新しい旅行のスタイル2、女性や外国人の好み三、 駅前ののホテルの歴史4駅前のホテルの工夫4番女の人が駅ナカをどう思うかというインタビューに答えています「ああ駅ナカって。 駅の改札口の中の通路にあるたくさんのお店のことですかあああれって日本以外の国にはあまりないんですってね。うん私は主婦だからあまり電車に乗らないんで関係ないんですけどたまに通るとおしゃれなお店が多いと思います。働いている人はわざわざ買い物に行かなくても会社の帰りにできるから いいいんじゃないですか毎日いろいろな店の前を通るからつい欲しくなって無駄遣いしちゃうって、うん、友達が言ってましたけど気持ちはわかりますが、うん、それって自分で我慢しさえすればいいわけですから。女の人は駅ナカについてどんな意見ですか 1, 1肯定的である2否定的である3肯定的でも否定的でもない4関心がない5番男の人が自分の会社について話をしています。 私の会社は社員5人の小さな広告会社ですが2年前から社員が順番に社員全員のお昼ご飯を作っています一人500円以内の予算で結構うまい料理が並びますよはじめは嫌がっていた社員もだんだん楽しむようになってデザインセンスを生かして味付けや盛り付けを工夫しています出来たての料理をみんなでテーブルを囲んで食べると 幸せな気分になるし、人と人との距離が近くなった感じで、会話も弾みます。男の人は何について話していますか 1>, ?1、社員が昼ご飯を順番に作っていること。2、会社が昼ご飯を作って売っていること。 3会社がレストランの広告を作っていること4社員のデザインセンスが向上したこと6番男の人がタバコの路上喫煙について市の議会で話しています さて、現在検討中の道路上の喫煙についてですが、私は市全体を禁止にするべきだと考えます。市全体が禁止になると、隠れて吸うので、かえって危険性が増すとか、タバコ税の収入が減ってしまう恐れがあるなどの意見もありますが、タバコによる健康被害や路上喫煙による他者への迷惑、 ポイ捨ての問題などを考えれば当然であります。そして道路上の喫煙ゼロを市の目標とするならば市全体でタバコ販売を禁止するということも検討するべきではないでしょうか男の人は市全体の禁止とタバコの販売禁止についてどう考えていますか 1.C 全体の禁止にも、タバコの販売禁止にも賛成。2.C 全体の禁止にも、タバコの販売禁止にも反対。3.C 全体の禁止には賛成だが、タバコの販売禁止には反対。4.C 全体の禁止には反対だが、 タバコの販売禁止には賛成。問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて 一から三の中から正しい答えを一つ選んでください。一番。そんなに忙しいの?。週末だってろくに休んでないじゃない。一。体を壊さないように気をつけてね。二。大丈夫よ。若いんだから。 三、忙しくなったら手伝って。二番、どうもお世話様でした。一、あの、どちら様ですか二、お役に立ててよかったです。三、 そう言われても困ります。3番。え、こんなにたくさん、一日では無理ですよ。1、そこをなんとかお願いします。2、一日ではできないんですよ。三。 そんなにたくさんなんですよ4番「久しぶり」5年前のクラス会以来かな 1, 1そうねなかなか会えないわね2うんよく会うよね3 行きたかったんだけどね。五番。今日の午後の経済学が休校になったの知ってた？一。昨日の午後ね。二。え、本当？三。本当知りたかった。 6番「僕大丈夫だよ子供じゃあるまいし」1「1でもやっぱり心配よ」2「2そういえば子供っぽいわね」3「3子供はいないから大丈夫ね」 8番。早く着いたので、本屋で時間をつぶしてました。1>, 1、忙しかったんですね。2、もう大丈夫ですか ?3、あ、お待たせしちゃったんですね。 8番。早く着いたので、本屋で時間をつぶしてました。1>, 1、忙しかったんですね。2、もう大丈夫ですか ?3、あ、お待たせしちゃったんですね。 9番。あれ帰ったんじゃなかったの ?1。まだ仕事が残ってたの、思い出したのよ。2。ええ、帰ったんです。3。いえ、そんなことはありません。 10番こちらではおタバコはご遠慮ください。1, 1そうですよ、遠慮しないでください。2ええ、遠慮します。3あ、ここ禁煙なんですか。 11番。忙しいなら断ればいいのに。1>, 1。暇な時断るよ。2。断るといいね。3。仕方ないよ。付き合いだから。十二番。 この仕事、を、こちらに任せていただけませんか ?1、ええー、では私がいたします。2、そうですかではお願いいたします。3、ではどうぞお持ちください。 13番こんな服買わなきゃよかった。1>, 1、そう悪くないよ。2、それはよかったね。3、変わらないといいね。14番。 これ、いつも買ってる牛乳じゃないんじゃない ?1、いつもの牛乳かもしれないね。2、じゃあ冷蔵庫に入れといて。3、あ、間違えた。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番 1> マーケティングの講習会で 講師が話しています今日はまずカジュアル医療の Y&C とヤング東京を比べてみましょう共通点としてはどちらも値段が安くしかも安い服にありがちなデザイン性のないものではなく色も揃っています Y&C の方は機能性に優れていて 例えば、スポーツウェアや部屋着など、用途によく合っている製品が多いです。そして、どんな年齢層の人でも着やすいように作られています。ヤング東京の方は、若者向けのデザインが主流で、世界的なデザイナーに依頼しているということです。シンプルな中にも、おしゃれな感覚が見られます。私はよくジムへ行くから、 この店でよく買うのよ汗を吸収するし動きやすいから気に入ってるの僕はそれよりデザイン性重視だなやっぱりおしゃれじゃなきゃ実用本位ってのはつまんないよ実用性っていうより機能性って言ってほしいわねもちろんデザインも素敵なのよこっちの店は外に着て行くにもいいし着やすいから 家にいときもよく来てるよ。学生にはちょうどいいと思うよ。そうなんだ。でも私、外に着ていくのはもっと高いのを買うかな。質問一。女の人はどんな理由でどちらの店がいいと言っていますか 質問2男の人はどんな理由でどちらの店がいいと言っていますか 2>, 2番テレビの情報番組で上映中の映画を紹介していますえ このシネマコンプレックスは1から7までのホールがあり、それぞれバラエティに富んだ映画を上映しております。まずホール1では心温まる古き良き時代の映画、天使の微笑みを。2ではサスペンス、暗闇の足音を。3では人気アニメのクーピーとお友達。4では迫力溢れる 3D の作品、ドロシーを。 5もアニメ作品、ピーターと海賊たちです。6と7は日本映画です。6では、戦国時代の武将を主人公とした戦国の嵐を、そして7では、現代日本の若者の淡い恋を描いた心の太陽が上映されています。3D 作品のドロシーとアニメクーピーとお友達は大人気で、前売りがすでに売り切れています。 いろいろあるなでも私はやっぱり 3D のが見てみたい混んでてどうしようもないよそれより戦国時代のがいいよええー、しょうがないかじゃあサスペンスにしましょうきっと怖いよそれよりそのことアニメはこの混んでいない方アニメなんて嫌よ 私はやっぱり刺激のある方がいいからこれしょうがないなじゃあ最初は君のに付き合うから次は「戦国の嵐だえ2本も見るの疲れちゃわない大丈夫だよさあ行こう質問 2人が最初に行くのは何番のホールですか質問2次に行くのは何番のホールですか